マスター後の聖書軸の、聖書ショートメッセージの時間となりました。いかがお過ごしでしょうか。前回の YouTube 聖書神学校の、で、動画撮りが途中で、切れましたので、まあ短い方がいいという思いが、まあそう、まあなりましたので、短い、ショートメッセージとなりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はこの聖書のユダの手紙からのメッセージとなります。今日の主題は、傷のないものとして、掲げさせていただきました。テーマは傷のないものとして、皆さん傷のないものとして、皆さんは、どういう傷がありますか。と言っても、外面的な傷、内面的な傷がありますね。私自身も、まあ、まあ外面的に小さい頃、自分でクワで足を、まあ、足を、まあ、掘ったじゃないですけど、また、まあ、田舎の水道工事で小さい頃、まだ学校行けない時かな。転んだ、まあ、記憶があります。皆さん大きな傷、小さな傷があると思いますけど、いかがお過ごしでしょうか。また外面的な肉体的な傷じゃなくて、内面の心の魂の傷は皆さんどうでしょうか。嫌なことを言われた、厳しいことを言われた、もう心の傷が癒されないという方もないかも分かりません。この聖書の神様、私の救い主のイエス様、イエス様は、傷のないお方としてこの世に来られました。また私たち一人一人を傷のないものとしてお迎えになりました。なんという幸い、なんという恵みでしょう。傷のない神様の天と地を作られた誠の神様が、私の罪、エヴァが狡猾な蛇に騙されて、そして神様はアダムにも仰されました。善悪を知る木を食べてはいけない、食べていけない、命令されました。食べると死ぬと。でもエヴァは狡猾な蛇に騙されて、見るからに好ましく蛇の言葉に騙されて食べてしまい、そばにいたアダムにも食べてしまいました。私たち、それ以来私人間、生まれながら誰として、傷のない罪のない方は生まれません。ただ罪のない方は、その天と地を作られた誠の神様での子供である神様自身である、イエス様、聖女マリアから通してお生まれになったイエス様だけが、傷のない罪のない方としてこの世に来られました。なんていう素晴らしいことでしょう。私人間、肉体的にも心にも傷を負います。傷のないものは誰もいません。傷のないものいますか。いませんね。はい、心の傷、体の傷、霊的な傷、このそのために神様はこの世、この地を、この世の魂を癒すために、その一人をイエス様をこの世にお使わせになりました。なんという福音や、なんという恵み、幸いでしょう。イエス様、この十字架で私の罪の、またあなたの罪、全人の全ての罪のために、手と足に釘でその尊い血を流されました。罪のない、傷のない、全くの完璧な神様の子供が、私のため、あなたのために十字架でかかってくださいました。なんていう幸い、なんていう恵みでしょう。この私の福音、よく訪れ、私はこの世にあって多くの傷を持ちます。個人的なそういう小さな時から、よく私も小さい時は、田舎は明日を張るとはでありませんので、小さい、また小学校に行けないものはよく転んで、泣いてしまいます。膝に傷だらけです。そういう小さな傷、またそういう小さな傷から国と国の争い、また人間と人間、大人と大人、口によって、また暴力によって、その傷、私が人類が持つこの
罪、汚れ、傷、これをどう解決できるでしょう。どう解決しますか。その答えとして聖書は神様が与えられました。感謝いたします。この良き訪れ、創世記一章の一節からヨハネの黙示録の最後の節まで、誠の神様、偽りのないこの福音を心を感謝いたします。この良き訪れ、良き福音が皆さんの家に豊かにありますように。今日の主題、傷のないものとしてを心を感謝いたします。天の神様、こういう、ショートメッセージですけど、途中ですけど、父の神様、お祈りいたします。私のイエス様、聖霊様、父の神様、御子イエス様、聖霊なる神様、この三位一体、この今日の主題、傷のないものとして私はどう歩むべきか、どう立つべきか、どうすべきかを教えてくださいます。この御言葉、この聖書によって教えてくださいます。皆さん、この聖書を紐解き、ヨハネの福音書3章の16節を お開きします。神様は一人として滅びることを望んでおられません。神様は、マタイの福音書ですね、ヨハネの福音書ですね、ヨハネの福音書の3章の16節、神は、実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。感謝いたします。この御言葉を感謝いたします。私、傷のあるもの、肉体的に、精神的に、霊的に、傷のあるもの、この傷を癒してくださる私の救い主、主イエスキリストを心を感謝いたします。その神様、傷のないものとして私を認めてくださる、罪のないものとして認めてくださる。また私は死んだ後、この肉体がイエス様が蘇ったように、聖化されて、この滅びない肉体に生まれ変わります。感謝いたします。このイエス様の愛、またイエス様の裁き、神様感謝いたします。私が永遠の命、イエス様を信じる魂が心で感謝いたします。私を罪のない、傷のないものとしてくださいました。罪のないもの、また傷のないものとしてくださいました。感謝いたします。罪のないものとされた私の救い主、主イエスキリストの尊い皆を賛美いたします。私もこの、若い時に、聖書に出会い、神様の御言葉に触れ、個人的にイエス様を私の信じるものと受け入れることができた幸いを神様感謝します。短い動画となりましたけど、皆さん、この聖書に触れ合い、また、聖書的な教会に集い、個人的イエス様を信じる魂となりますようにお祈りいたします。天の御間、現在厳しい、コロナ禍ではありますけど、私がどう生きるか、このコロナによる傷、まで霊的な痛み、この世にあって、神様、本当に私は人間、人類はどこに行くでしょう。滅びく魂、永遠の地獄ではなくて永遠の命、この主にあるイエス様を信じる魂、真理を お届けしたいと思います。この動画を通してイエス様を個人的に信じる魂、どうか一人として傷のない、罪のない、魂、イエス様を信じる永遠の命を、いただくことを願いつつ、感謝して、この、ショートメッセージを問いさせていただきます。ではお祈りいたします。天の神様、
私生まれながらにして傷のある罪のあるものとしてお生まれになりました。本当に暗闇と出口のない絶望感、どこに答えがあるでしょう。私はこの聖書によって命、永遠の命、そしてこの罪、傷が癒された、もう罪を認めない、傷を認めない永遠の栄光の体に変えられていく望み、希望、復活を神様感謝いたします。天の神様、このメッセージ、多くの幸い、ヨハネ福音書3章16節、一人として滅びることなく永遠の命を持つことができますように、あなたに、そして全ての人に魂が、永遠の魂がありますようにお祈りいたします。このメッセージ、また次回の、マッサあとの聖書塾の聖書ショートメッセージでお会いいたしましょう。マッサーとした、皆さんのように豊かな神様の祝福がありますようにお祈りいたします。主は現列、パッションプリーズユー、シャロム、バイ。